土屋圭一八六クラブボリューム6。今回は題してイケてる八六特集。潮別に集めた8台がイケてるのかどうか一気にチェックしちゃいます。気になる8セットでは脇道に注目。果たしてどんな効果があるのか。さらに少しずつだけど進化を続けるドリキンゴ、その内容もしっかりレポートしちゃいます。さらにさらにみんなの共通のお悩み、サビ対策第1弾も登場して盛りだくさん。今回はなんと ARTA ギャルの米山理恵子ちゃんも登場。さあボリューム6始まります。初っ端のコーナーは気になるパステとワットリンクの巻。さてイマージン、おい今回は気になるパーツのテストということで、また来てもらえてるのか。いやもう切られました今。あそうかい。で53通もハガキが来てる部品があるんですよ。なんだこれです。ワットリンク。何これ何これって変じゃねえかこれ。まあ形はさておいて、でどこにつけるんだこれ。これラテラルロッド外してポンってつけるんじゃないですか。なんだラテラルロッド外してポンとつけるってよくわかんねえよ全然わかんねえよ。読者のあの代表の石井くん、また出てきたのか。前回土屋さん号に勝っちゃいましたけどね。俺のに勝ったくせにまた出てきてるってこと、まだやりたいらしい。まだやりたいのか。そうなんです、石井くんの車は打倒ドリキンゴを見事に果たしたすんごい86。今度はその目標をさらにステップアップさせ、ターゲットをなんと TRD N2 号に切り替えちゃいました。そのために普段の仕事以外に新聞配達までやって頑張ってるんです。あんたは偉い。勝ってんだからさ、こんなものなんでやりたいわけ。いや黙るなこんなにいっぱい来てるんですよ。こんなにびっくりした。500通ってこんなんだな。53通あテストステージはエビス西の全開アタックとパイロンスラロームだ。石井くんの86はフロント7キロ、リア 5.1 キロとドリキンゴよりちょっと柔らかめ。しかし1分7秒台をあっさりマーク。速い。もっとタイム詰めるんだったらちょっとリアのロールかな。フロントのロールもちょっと抑えて、リアをもうちょい抑えるようなね、そういう感じにすれば。硬くしちゃうとダメだけど、この状態でロール量を減らしていけばもうちょいタイム上がるね。さあそのリアの動きはどう変わるのか。 SS ワークス製のワットリンクに交換だ。まずは今までつけていた調整式ラテラルロッドを取り外す。ちなみに重さは 1.8 キロ増になる。で問題はこれ、速さのためなら仕方がないか。これで査定がゼロになりました、ね、もう86査定ないんだ、戻せないんだワットリンクを装着することで車高変化によるデフォーシングの左右のズレがなくなり、路面に対してフォーシングがほぼ垂直に動くようになる。リアの安定を狙ったパーツなのだ。一般道での乗り心地も格段に良くなるらしい。さあランダーからチェック開始だ。ランダーだ。後ろが柔らかくなってちょっとアンダーかな。タイムはコンマ2秒タイムアップ。でもわかんねえ本当にわかりません、ごめんなさい続いてドリドリがチェック。ランダーがアンダーっぽいと評価したのに対し、ドリドリはどう感じるのか。オーバーステアがちょっと減ったかな。横に滑ってる時間が少なくなって前に進むようになったかな。ほんのちょっとだけどね。タイム的にはコンマ 2,3 ってとこかな。タイムが落ちるってことはないねこれね。つけたり外したりあらじゃあこれじゃん、これじゃん、つけたり外したりしてみましたけれど、はい、変わらん。僕はお尻がちょっとこうロールするかなって、ちょっとアンダーっぽいかなって思ったんですけどね。
俺はね、なんかこう横滑りが少なくなったかな、前に進むようになったかなみたいな感じだったんだけどね、気分的にはコンマ2、3秒タイム上がってるかなと思ったらコンマ1秒落ちました。川崎修也は上がりました。ということは下手くそにはグー。どうこれ9万8000円、よくわかんないんだけど買う。買うよね、でもオタクだからオタクだからな、オタク、いつきくんオタクだから、やっぱり匠に近づくためにはもう少しでも、少しでも、あーいいねいいね、そういう人にはいいかもしれません、はい、まあ本人が乗ってみるのが一番いいんじゃない。そうです、ね、俺はね、よくわかんないこれ。ドリドリの走りで試験通過とパイロンスラロームを比較、ポーシングの前後に倒れるような動きが減っているようにも見えるが、今一つはっきりとしないのでテスト結果は持ち越し。今後石井くんにその違いをレポートしてもらうことにしました。さあお次のコーナーは久々登場のドリキン号。 L2 決戦中にこっそりと行われていた進化をチェック、ドリキン号モディファイ。ドリキン号の秘密基地モトーレで行われたのは、まず TRD 酸素クロスの投入。どんなコースでもそこそこギア比が合い、高速道路では回転を抑えて楽に走れるという狙いから交換した。今後考えられる全国遠征を前にファイナルを選ぶ自由度が高いのも TRD 酸素のメリット。そのためファイナルは TRD の 5.375 から今回は 4.778 に変更した。さらに4スロマシンに効果のあった点火系パーツニューボルトも装着。まずは TRD 5速クロスがバッチリと合っていた筑波へ持っていき、その違いをチェックだ。どんなもんか。タイヤはアドバン A048 でアタックをかける。ドリドリのドライビングとタコメーターに注目。ターゲットタイムは5速クロスで出した1分6秒941。8秒031。 TRD 5速クロスと比べるとおよそ1秒タイムが落ちてしまった。気温や路面温度の違いがあるものの、この差は大きい。最終コーナーの工夫が必要だね。入り方のね、3速クロスに合わせるなら奥まで4速で我慢して、それから3速出さないと切っちゃうね。ないか、酸素クロスも。さあ違いを比較してみよう。ドリドリの言う通り2速から3速へのつながりはいい感じ。しかし4速へ入れた時の回転は3速クロスが6200回転、5速クロスの場合は7300回転と、回転数の落ち込みはやはり3速クロスの方が大きい。これが2ヘアからの加速の差にも大きく現れ、1秒近いタイム差になってしまった。3速までしか入らないサーキットならこれでもいいが、そうはいかない。今後はタイヤ外形とファイナルの選択でどこまで5速クロスに近づけるかがポイントになりそうだ。お次のモディファイはドリドリからこんな希望。 G
GTV のステーリングコラムにチルト機能をつけたいという。こんな話は聞いたことがないので、ダメ元でモトーレの石原さんに相談したらなんとかできるとのこと。チルト機能はアペックスにしか設定がないため、アペックス用のステアリングコラムを見つけることから始まる。本当はだからこうついてんですけど。そうですね、でこれもここも首をこうかしげる。そしてチルトのレバーが収まる部分やその周辺のカバーもアペックス用のものをゲットする。この3点があればあとはコラムを分解して取り付ければ OK。 しかしステアリング系は重要保安部品なので、ぜひともプロに任せたいところ。素人の勘に頼る作業は絶対にやめよう。作業工賃はおよそ2万円。これで GTV に夢のチルトが装着できた。こいつはマジで嬉しい。しかしここで大問題を発見。なんとドリキン号のリアゲートにサビが発生していたのだ。ミレー号はすでに既得状態、ぷっくりしちゃってます。というわけで突然ですが、サビ対策その1、訪れたのはこれまたいつもお世話になっている東京科学塗装さん。準備したのは TRD の FRP リアゲート。サビ対策で一番効果があるのはやっぱり錆びないパーツに交換するのがベスト。さらに TRD のパーツはレース用に作られていたために物が違う。東京科学塗装の職人さんたちが見てもうなってしまうほど出来がいい分、塗装のノリも良くしっかりとした塗装ができるとのこと。塗ってしまえば見栄えは最高。叩かない限り FRP とは分からないことだ。これにポリカーボネートのウィンドウを装着して重さを測ってみたところ、なんと 10.4 キロもの軽量化にも成功。軽くて錆びない、言うことなしって感じ。さらに取り付けに至ってはダンパー用のネジ山まで切られているので、ゲート用のダンパーも取り付けられるのだ。 TRD ってやっぱりすごい。ここからが圧巻。ダンパーも付いているのでリアゲートのオープナーを引くとすげえ。リアクォーターガラスも GI 製のポリカに交換。 2.7 キロも軽くなった。 13.1 キロの軽量化がどう出るか、早速恵比寿へ持ち込んだ。おぉ、チュートな、チュートな、いいな、こうでねえとな。ここ恵比寿西でのドリキン号のベストタイムはノーマルエンジンの時で9秒08。これをどのくらい縮められるか。ミッションファイナル、タイヤは全てつくばと同じセット。やはり3速クロスのデメリットが出る。4速での回転の落ち込みは6200回転、つくばと同じだ。しかしタイムは8秒065をマーク。なかなかいいタイムが出た。いい感じだよ。8秒0まで来ましたな。8秒09、いい感じだね。いいよ。リアが軽くなってこの車が抜けるとかそういうのないですか。ないねー、ないねー。いい感じだねー。大変良い、大変良い。丸ドリドリ曰く、リアが軽くなった分振り返しなどの収まりが良くなったとのこと。軽量化の効果は大きかった。しかしこの後ミトラットより手強い相手がドリキン号の前に立ちはだかる。それはサビ、サビ、サビ、サビだ。いろいろ剥がしてみるとあちこちにサビを発見。これはちょっと深刻。
サイドステップで隠れていた部分には前後になんとオーマイゴッド、サビだらけ。皆さんも一度は見た方がいいですよ。というわけでグリキン号はサビを直すとともにボディレストアが決定された。度重なるバトルやテストをこなしてきたドリキン号だけにクラック箇所も出始めている。こりゃいかん。ということで猪俣氏考案のボディ補強パーツを取り付けドリキン号を復活させることに。その詳細は次号にてじっくりご報告、お楽しみに。というわけでですね、はい、俺のマシンはですね、現在そのレストア中ですからね。ドック入りですか。ドック入りでまあいろんな小細工をしてますけれども。そうですか、はい、じゃあやっと土田さんのもイケてる仕様になってくるんですね。まああのミトナットなんてもうネギに混ぜて食っちゃうぞみたいなね。いやいやいや、ミトナット強いですからね。はいはいはい、粘いだけでね。土田さんのもやっとイケてる仕様になってくるということで、もうバッチリですね。今回はですね、読者さんもやっぱりこうそういうイケてる仕様の86を目指してる人がやっぱりいっぱいいるじゃないですか。そこで、はい、そうですね、今回は先生を連れてきました。あ、先生ですか。先生、先生がいるんですか。いますね。ちょっと紹介してほしいですね、それは。ジョイさんです。ジョイさんですか、ね、米山理恵子です。米山理恵子です。はい、これは先生どうやって使うんですか、これ。これはやりすぎて、これ自分で言ってて汗かいてきちゃった。それでは、はい、マシンチェック行ってみたいと思います、はい。さあ今回集まってくれたのはドリフト仕様、グリップ仕様はもちろん、それ以外でもいろんな仕様にして86を楽しんでいる8台がエントリー。この中に君が目指している仕様もきっとあるはず。その車に自分を当てはめ一緒にチェックしてほしい。きっとイケてる仕様にするためのポイントが見つかるはずだ。イケてるマシンチェック始まります。イケてるマシンチェック、まずは目指せイニシャル D 仕様です。トップバッターは朝倉号。外観はまだ後期仕様だが、エンジンはモトーレで組んだ5バルブのニゴロニゴロ仕様。目指せイニシャル D 仕様、朝倉号。なんかこれイニシャル D に憧れてるの？うちのやつが大好きなんで。やつ、うちのやつ、うちの奥さんが。これもやばいですね、このバンパー塗っちゃうの。そう、いるんですよ、これ昔から。いるね、これ塗ると。お前ちょっとダサいよ、どっか行ってよって言われて。塗っていけないですよ、このノーマルバンパー。そう、だから俺も塗ってないの、これは、はい。あら、これあれじゃないですか、エンジン違うじゃん。そうっすね。すげえ噛む。見えない見えない。あ、でもこの5バルブであのエアコンついてるのは珍しいですよね。俺もつけたいね。ですよね。パワーステについてますからね。これ理想だよ、これ。ですね。理想。エアコン、パワーステ、はあ、リアシート付き。リアスポイラーつけないの？いや、これつけないですね。このままでいきたいですね。もうこだわりなんだ。走りはイケてるかどうか、ドリドリがチェック。足しなやかだな。8000以上回らないわ。あ、ちょいアンダーだね、足は。7800シフトの方がこの車は速い。カムがニゴロニゴロのせいか、上はいまいち。ドリフトした後はしなやかだからね、楽だね。オリダーの評価はどうか。これは素晴らしくいいわ。なんでこんな乗りやすいんだろう。エンジンもね、全然あのレスポンスしてくるしね、どっからでも来るしね、音もいいしね、これはいいな。この足とタイヤのバランスが絶妙だね。あ、やべえ、欲しくなってきた。びっくりしたわ。ありがとうございます。これはいいわ、最高。イケてるマシンチェック。なんだ、これをチェックして出すな、いきなり。次はですね、プライベート仕様の2台。ドリフトでもグリップでもどこでも86を楽しみたいというキウチ君。ウェーバーのキャブ仕様だ。キャブ、うん、これバラつくでしょ、キャブは。そうですね。そうですね。どうやってんの、これキャブ。セッティングとかは。いや、あんまりセッティングはしないですけど。コーナーで吹けないじゃん。
あその辺フロートとかちょっといじって、うん、その場その場で、うん、ある程度やっぱちょっと知識ないと乗れないですよね、うん、ポンと組んでもらって、お店で組んでもらって自分でいつも乗ってるとなると乗りづらいですよね、ちょっとね、客はね、それだと思う、そうそう、自分でできないとね、できないとダメですよね、うん、これはアクリルだよ、窓もアクリルピースね、おぉ臭い、ガソリン、ガソリン臭い、キャブ車らしいね、キャブ車らしいですね、キャブ車らしい、エアコンパワーして、シートなしだよ、男らしい、男らしいね、男らしい、うん、硬派だね、硬派ですね、でもあのタイヤの引っ張り具合とフェンダーのバランスがなかなかかっこいいです、いいじゃん、なんか男らしくていいですよね、うん、面白い、面白い、これ右と左でコーナリングが違う、こういう高速コーナー怖い、この車怖い、跳ねるから怖いんだな、これパワーはいいよ、パワーは、巻き込みが強いね、フロントの走員がちょっとつきすぎてるかな、面白いね、面白いね、アスロックは、足はねちょっとやっぱオーバー強いんだけど、多分これねフロントのねトウをちょっとトウアウトにしてキャスターをちょっと出してあげればもう全然しっかりしてくると思う、今ちょっと巻き込みが強いね、ただ面白いでしょ、オーナーは乗りやすいんじゃないかな、これな、お次は4スロ走行開始用のプライベーター小山くん、フリーダムのセッティングからボディ補強まで全て自分でやっているので出来具合を診断してほしいとエントリー、どこ走ってんの、大体マゼ、マゼ、マゼ、何秒ぐらい出てんのマゼ？これは11秒です、ね。11秒。いい線ですね。プライベート仕様で。俺の10秒ぐらいだっけ？そんぐらいじゃないかな。俺のより遅いわけだな。ちょっと遅いかもしれないですね。やったー。これ綺麗ね、これ。天だもんだってタコ足が。ボディとかも結構ありますよね。うん。これ補強してるじゃん、ほら。汚いけど。全部自分でやってるの。すごい。いいね、やってます。自分でやってんだ。自分でやってるよ、だってこれ業者に出したらこんなツバメのうんこみたいなのしないよこれラジエーターはノーマル？ラジエーターはこれセリカのターボ用のやつ、セリカのターボ、ちょっと幅広いもんね、セリカのターボ用、純正をうまく使って意外とお金をかけないで自分でやってるって感じなんだよ、ね、買いたい屋さんを歩いて何か良さそうなものがあったらつけちゃって、なるほどね、これもうすごいですね、要所要所もうすごいね、今日の嵐、しすごいね、本当にちょっと全部自分でやるの、ええ、後ろの方がちょっと前から進めたりしてちょっと溶接が上手くなってくるんですけど、ああ上手くなってる、だんだん前の方はだってさ、ツバメのうんこですよね、ボタンボタンボタンってなってますね、こっちはちょっと綺麗ですね、綺麗だよこれ、うん、それではお望み通りドリドリが走りを診断開始、パワーはあるんだけどね、足回りに若干問題がありそうだ、あーデフの効き方もおかしいよこれ、怖えな、高速コーナーが怖いな、飛んでっちゃいそうでさ、アライメントもなんか出てなそうだし、跳ねてるだけみたい、なんかねピョコ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 跳ねちゃって、高速コーナーがすげえ怖い、やっぱこう設置してないんだろうね、フロントがね、
フロントタイヤが。小山くんがドリドリに言われたことをロケの後にチェックしてみたところ、ドリドリの診断がズバリ的中。足回りは重傷。まともに86を楽しむことができない状態だった。86はやっぱり日頃のメンテナンスも重要ってことだ。ケタルマシンチェック。何やってんの。次は秋山さんです。恵比寿日記総公開スペシャル、はい、ジャンがないじゃん。ジャンがいいね、はい、秋山さんです。いいキャラしてるね。いいですね秋山さん。秋山くんの車はエンジンよりまずはボディということで、ボディにお金をかけた仕様だ。じゃあちょっと取れちゃったよ。取れちゃったよこれ。ボディとか言ってこの辺しかやってないじゃんこれ。時間がなかったもんで、とりあえずエンジンルームの中はやってないんですよ。あ、そうなんだ。はい。どこやってるの。じゃあ風呂補強じゃねえじゃねえ。嘘だねえかよ。まだこう。これでもさ、このボディ補強は全部でいくらかかるんだろうねこれ。すごいよこれ。ねえ、すごい。ますよね。通常だといくらぐらいなんですか、このボディ補強してもらうと。40万、50万ぐらいは40万と思いますね。足回りからバラして。そのぐらいかかるでしょうね。これはすごいよでも。きめ細かいよ。実際やっぱ効果はあるもんなんですか。うん、シャキッとはしますね。シャキッと。うん。シャキッとね。乗って、うん。急に後期エンジン、ボディチューンがしてある車ですね。これ確かにあれだな、後ろの補強してあるから。リアが硬い。まあエンジンはねそんな速くないけどね。ほらさ、フロントのストロークと、フロントのストロークありすぎて後ろがちょっとリフトしちゃうからブレーキングでいっちゃうね。フロントをちょっと硬くしたい感じだね。